球でした。続いてはサッカーです。サッカー J3 ギラバンツ北九州、昨日はホームで首位の栃木 SC と対戦しました。 J2 への昇格の可能性はなくなりましたが、残り2試合となったホーム戦を盛り上げたいと臨みました。昇格なくなってしまいましたが勝とうが負けろが北九州です。楽しく熱く最後まで応援したいと思います。勝ってほしいです。ギラバンツはサポーターのためにもホームの意地を見せたいと臨みました。前半19分のコーナーキック、キッカーは内藤、際どいコースに加藤が触ってオウンゴールを誘いました。しかしその後は首位栃木に押されます。すぐに逆転を許します。絶対に勝つんだと仕掛けた後半、こぼれ球を内藤、最後は水永が触っていました。同点に追いつきます。さらに後半26分のコーナーキック、キッカーはここも内藤、合わせたのは弓咲。弓咲はプロ4年目で初めてのゴール、念願の1点で逆転します。気持ちよかったですね。練習試合とかでもあんま決めたことないんで、こういう舞台で決めれてよかったです。このままリードを守り切ったギラバンツはおよそ1ヶ月ぶりの勝利、久しぶりにスタジアムが勝利の喜びに包まれました。最高でした。最高です。久しぶり勝って嬉しいです。サポーターの人たちにこういったゲームを見せれることがやっぱ僕らには僕らの役目だと思いますし、まあ、残り少ないですけど、なんとかこういう形で、サポーターに対してスポンサーに対して、応えていきたいなと思います。では順位表を確認します。ギラバンツは12勝12敗5引き分け、勝ち点は41で9位となっています。次の試合です。今月12日日曜日、今度の日曜日にアウェーでガイナーレ鳥取と対戦します。まあ、リーグ戦残り3試合ですが、来季につながる戦いぶり見せてほしいですね。ここまでブリッジスポーツでした。